会津若松市は今朝から穏やかな陽気に包まれています。こうした中、このように鶴ヶ城では長蛇の列ができています。天守閣に登る人が作る長い列。会津若松市の鶴ヶ城公園は今日多くの観光客でにぎわいました。昨日こちらの公園を訪れた人は8600人余りと去年の同じ時期よりも2倍ほど増えています。訪れた人は園内をカメラに収めるなど思い思いに楽しんでいました。すごく綺麗だったです。緊急事態宣言とか出てないので、まあ、今年は出ましょうということで、久しぶりなのでやっぱ子どもたちも楽しそうでいいですね。今日だけみんなで出かけてる感じですかね。人は出てますよね。私たちもそうですもんね。派遣にまで出てきたというのがね。